このゲームを終えると長い J2 も3分の2を終えるということになります。2019明治安田生命 J2 リーグ第28節です。東京ヴェルディ対モンテディオ山形のゲーム、味の素スタジアムよりお届けしてまいります。さあヴェルディのメンバーです。こちら4バック、山本がまあこれ左、奈良場が右ということになって、センター内田と近藤で、アンカーに佐藤が入るのか森田が入るのかというところになります。インサイドハーフもう一人は梶川で、レアンドロもかなり誘導的に動いて、右が川野で左が小池を予想していますが、この左右もどちらかというところも、まあ、始まってからになりました。さあ強さを見せてバイヤーノ仕掛けていって、ディフェンス3人います。仕掛けるバイヤーノ、ジェフェルソン、バイヤーノキーパー、さすがの上福本よく触りました。まあ、上福本さすがなんですけどね、これまさにね、ヴェルディが敵陣の方にボール運んで、その後ラインが高くなったところ、これカウンターここを狙ってるんで、ジェフェルソン・マイヤーノのドリブルっていうのは本当気をつけないといけないですよね。センターバックは近藤と内田という2人です。ちょっとミスになった、バイヤーノの前だ、ジェフェルソン・マイヤーノ、あー来た来た、これインターセプトしようとして抜けて、ちょっと右にボールを運んだんですよね。あーファールないですね、ボールに行ってます、行ってますね、ボールに先触ってますから、上福本がナイスキーパーじゃないですか、ここはね、レフリーよく見てましたね、はい、どちらか、佐藤雄平で来た、当たった、コース変わりました、コーナーです、ちょうど壁と壁の間のところ、はい、そこ狙ったんですよね、彼の存在大きいですよね、はい、まあ、出てない時なんかもこうずっとチーム支えてきた選手なんで、その辺がね、今回 あのゲームなんかでもこう非常にこう出てますよね、はい、さあ間重く通ったんですがオフサイドです。狙いはいいですけどね、ただタイミングが、あの出してと受けてのタイミングは合ってないですよね、はい、からの知ってます。川野、レアンドロが引いて触ります。川野は左利きでうまくつながった、チャンスになった、シュートに行った、ディフェンス入る。第28節を迎えています。東京ヴェルディ対モンテディオ山形のゲームです。前半45分が終わりました。0対0です。